Yo guys, this is Drunk Animation, aka Wookie. Join the Drunk Animation Guild and the Discord. The link's down in the description down below. Right there. You see that? See that button right there? Click it. Join the and click the link. And also, if you want to watch more of me, the amazing Drunk Animation, my Twitch channel is also down below. And it's also in the description down below. Right there. I told you. Right there. Down there. そりゃ写真だからね。僕なんか嬉しいな。これでタクマのそばにずっといられる気がするよ。ねえねえタクマ、僕と一緒でよかったと思う？どうしたんだよ急に。もちろん一緒でよかったよ。アグモンはずっと僕を助けてくれたし、なんていうかもう一人の自分といるみたいで落ち着くんだよな。僕もだよ。タクマとの絆を最初に感じた時から僕もずっとそう思ってた。そういえばアグモンと最初に会った時、僕をずっと待ってたって言ってたね。僕はタクマをずっと待ってたんだよ。でもさ、どうしてそれが僕だって分かったの？それはよくわからないけど、タクマを見た瞬間にビビッときたんだ。ビビッとか。それってテレパシーみたいなものなのかな。なんか心がつながってた的な感じで。テレパシーってよくわからないけど、心がつながってたって感じは近いかも。とにかくタクマを見た瞬間についに見つけたってそう思ったんだ。どうしたの？ぼーっとしてるよ。いや、なんでもないよ。それよりアグモン、せっかくだから他の場所でも写真を撮ろうか。うん、僕もっとタクマと写真撮りたい。よし、それじゃあまずは廃校全体が映るように校舎の外にでも出てみようか。この辺から撮るのがいいんじゃない？だな。ここに並べばバッチリ入るっしょ。あれ、ミノルたち何してるんだろう。廃校に向けて携帯をかざしてる。で、そっか、ミノルたちもここで写真を撮るつもりなのか。本当？僕たちも混ぜてもらおうよ。ちょうどいいところに来たわね。今タクマくんたちも呼びに行こうって言ってたのよ。僕らも？そうそう、せっかくだから集合写真撮ろうぜって話になってさ。先ほどからミノルはこの調子でな、どうしても全員で撮りたいと聞かんのだ。いいじゃない、写真撮るのなんだか楽しいもの。私も葵との思い出が残せるのはなんだか嬉しいわ。実は僕もアグモンと一緒に写真を撮りに来たところだったんだ。あら、じゃあちょうどいいところだった
マさんたちが来たから、あと足りないのは教授とレナモン、それからカイト君とドラクモンよね。俺とドラクモンがどうしたって？なんだなんだ、やけに盛り上がってるみてえじゃねえか。ずいぶんと賑やかな声が聞こえてきたが、何かあったのかね。写真がどうとか言っていたようだが。お、教授とレナモンも降りてきたのか。これで全員だな。早速全員並ぼうぜ。ああ、もしかして全員での記念写真を撮ろうとしているのかい？実はそうなんです。教授とレナモンもぜひ一緒に。しかしそれだと全員一緒に写るのは難しいだろう。どれ、私がシャッターを押すから君たちは並ぶといい。え、でも。私は大丈夫だよ。君たちが写っている写真があれば十分私の思い出にもなるからね。私が代わりに写ればいい。本意ではないが、春の代わりになるだろう。レナモン。よし、それじゃあ並ぼうぜ。ああ、いいね。みんなもう少し中心に集まって。そうそう、それじゃあ。ま、待って。ミュウ、どうしたんだ。あそこ、肛門のところ、なんかいる。なんかって、まさか敵か。くっそ、マジかよ。いや、違う、あれはガルルモンじゃないか。あいつなんでフラフラしてんだ。まさか怪我をしているのか。ガルルモン。教授、そいつに近寄ったら危ないんじゃん。私はそうは思わない。いや、たとえガルルモンが私を恨んでいたとしても、私はガルルモンを見捨てることなどできないんだ。お前大丈夫か、ガルルモン。なぜそんな怪我を。少しばかりしくじっちまってな。それよりお前ら、ここは危険だ。早く逃げろ。危険って、一体どういうことなんだ。ここに、ピエモンの残党の奴らが迫ってるんだ。それも、相当な数だ。ガルルモンの傷、すごく痛そう。大方、ピエモンの残党とやり合ってきたんだろう。無茶をしたな。お前はレナモンか。まだそんな姿でいるとは。そいつらには今も隠し続けてんのか。いや、私がレナモンだということも、本当の姿もすでにみんなには知られている。人間の子供たちと仲直りしたってことかよ。みゆきを取り戻すためだ。私のことより今はお前のことだ。もしやガルルモン、お前は俺たちのために敵と戦ってきたのか。誰が。俺はただあいつらのやり方が気に食わなかった、それだけだ。ねえ、詳しい話は後にしましょう。そうよね、まずはガルルモンの傷の手当てをした方がいいんじゃないかしら。ふっ、こんなのかすり傷だぜ。そんなあまり時間がないんだ。俺のことはいいから早く逃げろ。しかしいいからとっとと行け。わかった、すぐにここから撤退しよう。タクマ君。でもガルルモンも連れて行く。ここには置いていけないよ。て、
甘っちょろいことを。それが彼らの性分なのだよ。それにさっきも言っただろう、私も君のことを見捨てることなどできないと。お前、さあガルルモン、私に捕まって。そうはさせないよ。間に合わなかったか。ガルルモン遅すぎなんだから。追いついちゃったんだけど。なんだてめえは。ガルルモンが言ってたピエモンの残党ってやつか。どうやらそのようだな。裏切り者を追ってきたら生贄までワンサが出てくるなんて、なんて幸運。こりゃ腕が鳴る。ピノッキモ、こいつらを殺しても何にも解決しない。ガルルモンの言う通りだぞ。おいおい、こいつらのせいでピエモンは死んじゃったんだよ。人間なんて世界を破滅に導く存在でしかないんだよ。でしょ。それは違うと何度も説明しただろう。ピエモンは祭壇で呼び出した霧に飲み込まれたんだ。人間のせいじゃないんだよ。そうだよ、僕たちと一緒に飲まれちゃったんだから。あの霧は、主は君たちを助けてなんかくれないんだよ。うるさいんだから。今からでも遅くないよガルルモン。人間を生贄に捧げれば。そんなことできるわけねえだろ。あ、そう。ってことはやっぱりあんたも同罪だよ、人間の味方をする裏切り者め。力を見せつけてやるぜ。俺が行こう。絶対に勝つんだ。ヤタガラモン、全ては整った。ほら、鍵
上がってこいよ。受けて立つ。来い。何に大切なものを守るために。昨夜も力は満ちました。俺に任せておけ。来いよ。
べきか。俺に任せておけ。さあ、行くわよ。上がってこいよ。戦うべきか。俺に任せておけ。行こう。
ほら、かかってこいよ。俺の力も上乗せしよう。ガルルモン、お前ざまねえだろ。笑いたきゃ笑えよ。そんなこと、そんなことはない。私が君を笑うわけがない。私は後悔していた。君を残してこの世界からいなくなったことを、ずっとずっと。Remember to watch anime and read manga.